はい、イオンモール東浦からおはようございます。じゃあね、盛岡陸橋行ってみたいと思います。なんか、西武鉄道から、滋賀県のね、近江鉄道へ車両をなんか譲渡する目的で、公衆輸送を走るとのことなんでね、盛岡陸橋行きます。もうどんだけ集まってんのかな。まだね、10時前なんですけどね、ちょっと反対側の道路が混んでて様子が見にくいですけども、結構なんか集まってんのが、うわ、集まってるな、集まってますね。昨年末のザ・ロイヤルエクスプレス、あの四国行きのね、あの四国行きのロイヤルに次ぐぐらいの、盛り上がりっていうか、大盛況でしたね。まあね、天気はまあ曇ることはまあ想定内でしたんで、まあ、パトカーがいるね。はい、まあパトカーはともかく、まあね、無事に撮影できたんで、まあ良かったでしょう。はい、ちなみに盛岡陸橋、まあ正確にはね、盛岡跨線橋なんですけれど、まあ東海道本線のね、会津間と大府の間にあるんですけれど、会津間はまあ刈谷市内ですね。で、大府駅はもちろん大府市内なんですけれど、じゃあこの盛岡陸橋は刈谷市内なのか大府市内なのかどっちなのかってことなんですけれど、実はね、どっちでもないんですよ。東浦町に入ってるんですよね。で、もちろんね、あの東海道本線に、本線内で、あの東浦町内にね、駅はありません。まあ参考にならないですね。今これ竹豊線の終わり盛岡駅がね、左側に見えています。やっぱり盛岡陸橋最寄り駅はこの竹豊線の終わり盛岡でいいのかな。はい、というわけでね、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いやー、お疲れ様でした。あー、決まった。